よっす、よっす、よっす。今日珍しいね、みんなね、このジャラジャラしたもん聞いちゃって。どうした？かわいい。今日はですね、みんな結構インスタの DM とかでも来るんですけど、安全帯の紹介、腰をゴミしてほしいって言われたんで、最近作ったんですよ。やっぱね、もともと作っとったそのハーネスがちょっと使いづらくて、てかもう規格外になったから、規格外になったので新しいやつ買ったんですよね。で、今回はハーネスを買ったんで、僕らの腰道具全部紹介します。僕らのスピードの速さ全部紹介します。僕の女の数全部紹介します。はい。まあ、なんでこれがここにあるとかで、まあ、右利き左利きもあるんで、まあ細かくちょっと紹介できたらなと思います。まあ、紹介いこうか。はい。こちらハンマー。ハンマー、これハンマーはもうあれだもんな、俺一足で、その叩いてはめるやつだもんで、はい、このハンマーがもうメインだもんね。これがないともう仕事できんぐらいだもん。できないですね。これ溶接して友達に作ってもらったんですよ。でもともとのハンマーは普通のハンマーだろ。だってリュウジ君持ってた。一緒です。一緒ね。これ全く一緒のやつだよね、うん、で全く一緒のやつにこの U バンド、こう丸いやつ、D カンみたいなやつ、ね、そう、 D カンみたいなやつをここに溶接して作ったんだよね。そうすると落ちないんですよ。まあなんか市販であるけどさ、なんかああるね、今そう市販で。いや俺それなんだよ、それね、お金ないから。で市販で来られるんだけど、市販のやつだとこれ折れちゃうしね。そのもう一個あるそのホールドユーっていうのが、うん、あれもすぐ折れちゃうもんね、溶接が弱いで。で、ね、やるんだったらもう自分で作って、まあこの下に落下防止付けや、もしここ折れた時でも落ちてかんもん でハンマーの死ので、ハンマーを使わんかったらこっちに変えて、こっちにインパクト。おお、あ、そうなんだ。こっちの方がやっぱ取りやすいもので、もう普段使うものはもうここにつけるみたいな、前に。そうです。こっちはあまり、こっちはあまりで、腰袋。腰袋は基本何入れるの？ゴミとかですか？ゴミゴミ拾いしてやっぱ入れたりとか、ペンケースか、タッチアップ、うん、入れたりするんですね。あー、タッチアップ入れる。このシノはどこで使うの？シノは、まあ、ちょっとしたクランプ締めたりとか。なんで上で行ったらヒューチ、ヒューチとか壁当てのこのクランプってね、丸いあれを止めるためにシノを使うの。そうですね。で、ちなみにこれハンマーはなんていうメーカー？ドギューのハンマーですね。ドギューのハンマーで、あのホールドユーのやつを切ってホールドユーをつけとるっす。 あ、そうなんだ。そうです。ホールドユーの頭なのこれ。そうそうそう。で、こそれはこれは MCC。それ何、いいの？これなんか、ユダカくんがこのシノが一番いいって言ってお前すぐ、お前それ女にこのフックめっちゃかっこいいよって言われたらお前すぐ買っちゃうだろ。いや、まあ買っちゃう。ショップ店員とかに、いや、このフックめっちゃ似合ってますよって言ったらすぐ買っちゃうだろ。買っちゃうっす。もう折れないっていう。ああ、折れないんだ。はい、MCC。これは、これ何これ？これはあの、ビットを入れるやつですね。プラスビットとか。ピットインしちゃう。これ、あー、それで落ちんの？こうやって落ちるっすね。ダメよ。ちょっとそういうことだね。てか今落ちるから使わん方がいいよ。これ飾りっすね。飾りで、左はで、スケールで、やっぱ田島の製品。僕これしか絶対使いたくないっすね。なんで安定、変形ですかね。壊れないの？壊れないし、うん、俺基本立ち巻き変わんない。この重さがいいっす、やっぱ。ああ、そのレベルを見るときので、最後はクリッパー。クリッパー、僕はやっぱ短いやつがいいっすね。どういうとき使うの？番線切ったりとか。番線ってどんな？その、多分視聴者が分からんで、視聴者目線で喋ってくれんから。番線難しいよ。イライラするな、なんかイライラするな。自分で調べろって感じ。番線ってことは、ほん縛るときに、固定するときに、これ結束線みたいなね。これ何、初代爆速への道をこれだったらいける。いや、でもこれ元リュウジ君なんですよ。じゃあこの紐だけでいくらなの、これ。これで確か2万3千ぐらいです。確かこれぐらいじゃないですか。2万3千で、これはこれ何、これ後ろ見て、これバラバラ。あ、これ1個ずつなんだ。そうです。2個セットとかじゃなくて1個いくらなのこれ。9000。でも1万8千ぐらいです。2つで、はい。高っ。
まあ、それだけで4万3千、4万、何、4万5千ぐらいでしょ、消費税合わせるとね。だから今ね、あ、10% だから細かいよ、俺は素敵だよ、よな。これ5千でしょ、田島のベッド。で、こういう金物もこれ一個一個全部あれだよね。別なんですよね。買って別だからね、これもう。1個の。いくらとか250円とか。300円ぐらいです。お前、何でだお前、そんなこと言ったら。300円じゃねえだろ。いや、でも300円いったら、そうだ、それが一緒。でもこれなんか高いじゃん、このアルミのやつなんかさ。これ確かに450円ぐらいです。いや、ごめん、すいません。覚えてないっすよ、そこまで、正直。これも違うでね。これも、全部バラバラで。このコルセットみたいなやつ、これも別なんです。で、これもだから5000円ぐらいするし、この腰袋も違うし、全部でだとこれでいくらぐらい。まあ大体でいいよ、別に。多分これで7万ぐらいですか。7万ぐらい。ハンマーとか全部合わせて。そうですね。7万じゃないじゃん、だって前。これ10万超えた。10万超えたもん。超えたらいいと思ってた。まだ僕は安い方っす。まだ安い。まだ安い。あげんなって。うちが高いっすか。え、まあ、俺の方が高い。俺の方が高い。気持ちは高いですよ、僕の気持ちは。でしょ。まあ僕なんかちょっとあの真似されたんですけど、まあ、最初に言ってきますけど、真似されたんですけど、リュウジ君にふざけだよお前。まあこれあのエドモンのホンダっていう、これエドモンのホンダっていうハーネスなんですよ。エドモンのホンダじゃないですか、確か。そうね、なんだっけこれ、タイタンのエドモンっていうやつで、これいくらだったっけ。これいくらだったの。それ2万3000円ぐらいじゃなかった。まあ僕はまあでもこれ俺その大型用だもんね、別に。俺戸建てちげえもん。戸建て持ってなんかいいやつ、いいっていうかやりやすくしてるけど、まあ大型で一応そのね、まあ一番右利きなんで右にハンマーつけます。これあの椿でしたっけ、なんか椿かなんか。でもここ割れちゃうんですよね。でも僕あの普通の民間とか戸建て回ってる時これ使わないんで全然。まあ一緒の土球のやつ使ってるんで。その次はあのスパラン、メガネ、あ、すいません。スパナもメガネも笑う。だいたい現場でずっとこうやってこうやって、おいおい、そこもうちょい下、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 しまっといてーって。何時から遊ぶ。これ、マクロゲーム、ね、でかい現場とかよく使うよね。では、たまたまインパクト、まあこっちインパクトだね、僕だいたいこういう人やるインパクト、インパクトつけて、モンキーがね、本当は、まあ、僕もう一個なんか足の差しかっこいいの書いてあったんですけど、ないんすよ。たまたまなくて、使ってないだけであって。だからとりあえず、まあ、ちょっとこれはここに入れて、で、まあ、ここに僕はなんか取りやすいんでね、もうこれも一番出てたもんね。これ別売りなんですよ、インパクトと。で、これなんかみんなね、なんか人それぞれなんかあれじゃないですか、うん、個人でね、こっちの方がつけやすいとか、なんかいろいろあるんですよね。まあ、僕はもう両方つけれる方のタイプにして、まあ、こっちにつけるんです。で、まあ、あと腰袋、まあ、僕は腰袋のここにね、まあ、叩かれるかもしれんけど、だいたい水平ここに入れる。これで、まあ、この手袋ね、みんなが大好きな、結構、みんなうちね、だいたい SW だよね、全員、うん、高いんですよ、これね。1個いくら、700円ぐらいだよね。あ、そう700円の、700円くらい。でも昔持ったやつ買ったの。昔安い、知ってる。398円だったから。そうです。で、まあ、僕は、まあ、左に僕は番線買った、ここに番線買った。で、次、シノ、まあ、シノも MCC で、まあ、スケールは左だね。で、僕はスケールはここにつけるようにもしたんですよ。結構あの、使うんで、こうやってあの手離せんときとかこうやって出すんで、こうやって出して、こうやって何センチかこうやって測るの。まあ、僕はこんな感じかな。いくらぐらいするんですか、全然。総額、いやでも、これいくらだったっけ、これ。それが2万7千円ぐらい。そんなするんですか。これと、これと、これだけで5万超えたもんね。5万超え、100円超えた。全部で、でもまあ8万ぐらいいったんじゃない、8、9ぐらいは。まあインパクト入れたら14万円だったもんで、13万円ぐらい。この花びらはみんなそれぞれ違うんですけど、そうだね、
そうそう、まあ、僕も1個のやつ一緒なんですよね。動くもんね、うん、動いた方がやりやすいもんね、僕で、大体みんな、あのうちの人間、絶対タイタンなんですよ。腰当てね。そう、腰当て絶対タイタンなんですよ。昔、あれあったんだよね、なんかマジックテープがあったんだよね。そうそう、革のやつ。革の、それが廃盤になっちゃったから今、廃盤になったら手に入らないですよね。愛知県の人間しか使わんから、うん、そう、廃盤になったんだ。あ、そういうこと。そうそうそう、あれが本当はいいんだよ。あれいいっすもんね、めっちゃフィットして。そうそう、でみんなこのメッシュだもんね、夏は。で、冬はまた変えるんですよ、メッシュじゃないやつ、うん、まあ、僕の安全対象が終わりです。はい、ケイジ君。僕の安全帯はこんな感じですね。違うよね、みんな、だってみんなこれだって俺これ入れ込みだもんね。これなんか違う。これここが折れたりするんで僕やめたんですよ、こう。あ、なんか言うね、折れるって。折れてもそんな折れんもんね。基本俺ハンマー持ったらずっとほとんどハンマー持ってるよ、ずっと。え？いや、それが遅いんだよね。それが早い。いちいちハンマーしまいより早いから。まあ、それは基本バラしてほとんど右手でずっとハンマー持ってるから。これはかっこいいですね。これがモンキーとチェロサシが合体したやつじゃない？なんすそれ。知らん。はい、知らない。なんすか。あー、それ安物のやつだったらね、確か1700円ぐらいだ、確か。それに1個丸つけたぐらいね。そんなするんすよ。そうそう、これ多分1万円ぐらい。高っ。マジ、まあ、さすが違うわ、稼いだろ、普通に。でも今でもこういうのつけたら多いんじゃない。ちょっと、みんな一緒だね。 MCC やね。俺最近変えたんだよね、これ。これ本当はこの混ざっとるやつが好きだったんだけどさ。で、モンキーはこれ流行らなかった。ロブスター。ロブスター、ロブスターのモンキーが一番なんかいい。俺のスリー、これ。2個。俺のスリー、これね。2個つけたもん。そうそう、2個だ。どうやって使うんです。2個でなかった。アホか。それこそ戦えるよ。なんかもっと面白いこと出してよ、普通に。この水平と縦順見とるの。そうそう、同時に見とるやん、いつも。横と縦ね。こうやっていちいちこれと合わせるのめんどくさいじゃん。縦見てよ。そうそう、もう同時につけたか。はい。まあ俺あれだけどね、オードレーダーだけどね、普通に。ビビ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 って、オッケーっつって。俺本当でも水平器これ。ずっと毎回これだね。はい。なんかちっちゃくて便利っていうのがあるよね。なんで2個あるかっていうと、こいつが1個勝手に持ってたからね。まあ、そういう時もあるやん、たまに。すごい変わってるじゃん。大体俺もこれで変わりつけるんだから。はい。クリッパー。あれ、ドギュー。ドギューっすよ。ドギューみたいで体型してますもんね。ドギューじゃないです。指出しちゃう。俺でもこのデカさが好き。いや、僕も一緒じゃないです、多分。一緒っすね。そうそうそう。250ですよね。250。でも昔は250なかったのよ。350しかない。で、これ何、これ欲しいのか、なんかこれ、あの、木の差しと一緒。あ、同じメーカ ー, メ ー, カー。これ、いくらするんですか。これ1万7000円じゃない。はっ。で、こんな感じだよね、メガネがついとって。水平器で、俺も水平器これつけれるんだよね。水平器じゃない、つけるね。あ、つけるつけるね。で、これがいいんだよね、ほんとは。ちょっと高いけど、このマグ。俺これしか使わん。そう、マグ、ダブル、ダブル、マグネットがこっちとこっちについてるんですよ。だから、そうすると例えばさ、こうやって止めれるんで、で、こう、ね、毛が消えるし、これいいっすよね、めちゃくちゃ。いい。7.5っす。これ7.5。でも7.5はいいっすよ、スケールは。マジ、僕ちょっとあのケチってお金なかったんでしょ、僕。 5.5 買っちゃいましたけど。そうそう、なんで7.5がいいって、高さまで測れるんですよ。そうそう、高さが大体、まあ、3階建ては測れるんですけど、あんまり、まあ、レーザーとかになるんですけど、まあ、現状行った時に 7.5 だと6. いくつとかの高さまで測れるんで、すごい便利なんですよ。しかも折れにくいしね、でかいやつ。それで買うなら 7.5 がいいですね。って感じですね。ちなみに総額でいくらぐらいになるんですか。まあまあ一緒だよね、これ大体。あと何が違って、スペックがね、違う。その本人のスペックがね、高いか低いかの違い。まあ僕みたいな、なんかあとこれの方がいいとかってある。あ、そうだね。俺も、俺タイタンだよ、そういうの。そうだ、俺田島にしたの。楽。これそうなんか時々取れんときあることだね。ああ、なんか引っかかって何これみたいな。いや、でもそれは僕知る。グリスロップです。あ、グリスで。まあ今日の安全対象会はこんなもんですかね。まあぜひ今みんなインスタは行っていいの、お前。まあまあ堀川翔で行ったら出てくる。ミッチー君から飛んでください。フォローから多分飛べば。
で、リュウジ君はやってるよね、リュウジ君やってる。リュウジ .999 リュウジ .999 でインサイトで、僕もあのインサイトやってますんでMITCHY373 ミッチー373でやってますんで、ぜひあのフォローとね、あの DM 女の子限定で送ってほしいです。はい、はい、ありがとうございます。まあまたちょっとみんなの安全帯も、まあ、まあ誰々の安全帯が見たいとか言ってあればね、まあカンタや、まあ、ベイビー、うん、とまあトシ君、うん、なんかみんなまあ安全帯とか見していきたりしますんで、まあまあ全然僕らもね、こうやってやってるのとは全然ちょっと違うんですね。まあ今回ちょっと安全帯2個持ってるんですか。大体みんな2個持ってるんで、ではチャンネル登録といいねよろしくお願いします。お願いします。ぜひお願いします。また見てね。